お疲れちゃんスラットです。今日はですね、超大型バランス調整が来たので、そちらねやっていきたいと思います。さあこちらですね、今回のバランス調整ガチでえぐいですね。合計なんと13枚買ってます。ということで軽くね、一通りちょっと説明していきたいと思うんですけども、一番やばいのがこれですね。今回本当にね、文字でなんだろう、今までに比べると全然変わるんじゃねっていうぐらい、あの大きなバランス調整で、まずこの鏡ですよ。鏡ね、僕はまあよく使ってましたけど、単純にレベル1つアップじゃなくてレベルが2つ上がるようになりました。まあ、これによってね、枯渇系がめっちゃ強くなりましたね。そのゴブリンバレルとかも14レベルじゃなくて16レベルがね、あの出るんですよ。で16レベルだとタルババで死なない。でフキアとかプリンセスもタルババで死ななくなるんですよね、16レベルだと。そうなんで、全体的に、まあ、鏡入りのデッキっていうのがすごい増えてくんじゃないかなっていうので、これはなんか本当になんか時代が変わりそうですね。今までに比べたらなんかすごい変わりそうですね。いや、これはもうなんか16レベルっていうのがまあでかいかな。まあ格上リババウィザードレイジの16レベルがね来るんで気をつけてくださいということで、まあ他はゴルナイが、ダッシュ距離がね前に戻ったよとなんですけど、もう一つあって、タワーにねダッシュした後にもう終わりです。タワーが最終地点になるんで、まあ近起動されにくいっていうか、されなくはなったんですけども、まあ逆に止まっちゃって、ダッシュ短くねっていう時もあるかもしれないっていう。なんでまあダッシュ距離増えたのはいいですけどね、いい部分と悪かったりみたいな感じかな。まあ使えるようにはなると思いますね、前より。さあそしてラッキーキョスケですね。キョスケ別にスケキンがいたから使われてなかっただけなんですけど、普通に強いですね。攻撃速度とヒットポイントが上がるだけで、ただただの強化なんで、まあキョスケ使いな、ラッキーですね。でまあ謎のアーチャー強化、まあアーチャークイとかマスケがいて埋もれてたのもあっての強化ですね。で ISP はまあ完全 LSP の介護官だったので、まあ、やや増えそう。バルーンとかには強い。でもバルーンが最近いない。そしてスケルトン海野郎の墓石ちゃんは、まあスケルトン出るスピードが速かったので、それがちょっとだけ遅くなりますよと。まあちょっとね、どうだろう、ゴブリンの檻とかの方がまた増えてくるかもしれないですけど、まあ使えないことはないよねっちゅう。そしてラムの遅延効果が 85% から 70% で、多分ねこれホグライダー今まで完封できてたのが多分完封できなくなるのかな。まあ出すタイミングとかにもよると思うんですけど、まあそういったね加法です。さあそしてもうクラロワといえば着衣最強ぶっ壊れが、まあややぶっ壊れに戻ったよっていうか、まあぶっ壊れたがちょっと落ちたぐらいで普通に強いと思います。まあスキル使用時のね攻撃速度がちょっと遅くなったよと。でスケラも最近ね、まあマザネクが減ったからっていうのもあるんですけど、まあ強かったんでね、スケルトンが1体減ったよと。でバルネーさんですね、はい、こちらバルネーさんが HP4% ね下がりました。まあ、最近本当にね、ナイトを使うなら絶対バルキリーの方がいいだろうっていうぐらい、とかもうバルキリーがめっちゃ強かったんでね、もうどのデッキにも結構安定して入ってたんで、まあヒットポイント 4% ですね。まああんま変わんない気もするんですけどね。さあそして僕も大好きメガナイトが消化ダメージ 20% ってことで、まあ通常のね、ジャンプ攻撃とかはあんま変わんないんですけど、まあ出す瞬間のダメージが 20% 下がったよっていうので、まあ全然使えないことはないと思うんですけど、うん、辛い。そしてこちらもちょっと変わりそうですね。エリポンのリワークですね。まあ今まで6エリ使って8エリ回収だった。それには関係ない。そこはもう一緒なんですけども、そのうちの1エリクサーが破壊時にね、もらえるよっていうので、例えば6エリリポンいて6こそのライトニング打たれたら今までトントンだったのが、1エリクサーもらえるんで、単純にアドになります。っていうので、ライトニング持ちにはガチで強い。てかまあ普通に今までよりも使い勝手多分良くなったっすね。大きな損をしなくなると思います。さあそして絶対いらないだろっていう修正、エリゼイが8コスから7コスになりました。いやこれもうぶっ壊れだと思ってますね。壊れです。早く9コスに下げてください。加法お願いします。さあということでね、こちらね間違いなく強いであろうアウプリ枯渇ミラー型ですね。まあロケットかロケットなんかが鏡になっただけで、もう16レベルのプリンアウトロー吹きや、まあ、バレルを飛ばせるっていうので、もう相手がタルババ持ちだった時に激強ですね。ということでね、やっていきましょう。まあ単純に16レベルがなんかもう壊れてる気がしますね。うん、まあ今まで15でもね、普通にやっぱ来たら強かったんですけど、まあ16ってなるともうなんだろうな、一発逆転、え待ってっていうなんかなんだろうな、入りすぎ事件がありそう。なんか今までだったらロケットでバルーン止めれたのが、バルーン16レイジとかされたら、ロケだけじゃ止まんねえみたいなこともあると思うんですよね。そう、まあ、16一旦飛ばしてね。ああ、これ花火はね、渋い。待って、しかもなんならさ、俺ロケットをさ、さよならしてんだよね。これやばいかな。ロケット抜きました。マジでロケット抜いちゃったんですよね。さあ、これは、まあ、一旦、
気持ちね、冷静に頑張ってカウンターです。まあ痛いんですけども、さあこれカウンターでマジでどうにかしてほしい。どっちか入ってくれよー。わー、エリーババ型ね。わー、嫌な雨ね。わー、めっちゃいい防衛するやん。いや、でもこれ、さあ来ました。からの16のゴブリンバレルを、右か？いや、右側バレル10、もったいないかな。いや、ここは一旦おとなしく守りますね。うわ、エリーゴレだ。てか、エリーゴレ16とかも考えた時になんか吐きそうですよね。吐きそうとか言っちゃって。ね、嫌じゃない？いや、でも今後はね、これ結構増えそうなんですけどね。ミラー。さすがに16レベルは強くねっちゅう。だって、タルーババで死ねない。まあ、タルーババがだからもう、使うメリットがないですね。今後タルーババ使ってる人は、あ、君16レベル知らないんだって思った方がいいですね。普通に考えて。だって、終わりっすもんね。タルーババ引いてゴブリンバレル処理できないって。何のためのね、タルババやねんっちゅう話ですから、ぶっちゃけ。まあなんで、さすがにね。いやー、ここも溶かしちゃおう。やらめ使ってほしい、なんなら。よいしょ。縦線と吹き矢で頑張ってもらいながら、頑張ってくれや。なんならウッド2周もある。よいしょ。さあ、気づけばキングがめっちゃ行ってます。なぜ？真ん中アウトロフタとかもワンチャンね。さあ、で、ライドラ使ったので、こっち側ちょっと攻めていこう。で、ここは溶かしたい。いや、これ、ヤナメさ、全部いかれるかな？ちょっと位置が甘かったですね。まあでも、さすがにこれは？あー、これもう終わりじゃない？これで、行くと見せかけての、いや、行ってるんですけど、もう一発？ 16 レベル？一発入れ。うい、来ましたね。プリンが入って、フィニッシュと。まあ、まあまあまあ、今回に限ってはなんかあんま分かんなかったけど、あんま分かんなかったかな。16レベルでも圧はね、あると思うんですよね。そう、だからまあ、なんだろうな、他16レベル、強そうなのは、まあ、ロケット、ん？ロケット？強そうなのはなんだろうね。なんだろう。マジで、そう聞かれたら分かんないけど、単純にみんなが、ね、16レベルのウィザードエリババレイジ来るって考えてもらえると、あ、嫌だなっていう。ただそんな感じっすね、普通に。さあランバー、まあ、バルーン16とか、まあエリババ16、なんかね、ああいうゾーン嫌っすよね。ガゴムレ16がいるわけですよ。いやー、会いたくないね。皆さんもいつかは会います。会わないといけない使命です、もうクララやる上でね。16レベルとやるのがもう当たり前というか、もうやるしかないので。あ、めっちゃいい取るね、それは。いやー、うまいっすね。てか、なんならまた同じようなデッキ引いたんですけど、まあ今回は、まあバルーンかな、バルーフリじゃない？で、トルネ使って、まあタルババサイクルかな。動作嫌なんで逆に攻めちゃいまーす。タルかな？おい、さあ横に転がす。お、皆さん来ました。タルババだと、ゴブリンバレル16死なねえんだよっていうことで、まあめっちゃこれはいいボーラーですね。無双ですね。はい。まあ、ゴブリンバレル飛ばしまくれば、相手は結構ね、きついと思うんですよね。タルで死なないバレル。考えたくないですよね。さあ、まあここは、このプリンにトルネード使ってほしいですね。使ってくれると、その後のフキアとかがね、まあ一生いけるのもありながら、ここプリンセスアウトロー延命してもいいっすね。だってこれだって結構きついっしょ。でゴブリンバレル飛ばして取るね、使いたい、使う。でこれです、あのここタルババ使ったら残ります。はい、これ意味ないです。いやー、えぐい。でプリンも残ると、いやこれね、今後流行ります。いやー、でもちょっと強えな、ちょっと強い気がする、さすがに。よいしょ。さあ、ライドラー。で、ライドラ咲いた後の、このプリンス最強ですね。あ、これキング起動してもよかったな。いやー、で、さすがにこうだな。からの、いやー、うざいよ。両サイ攻めていこう、両サイ。あ、トルネキング起動か。いや、うまいな。これもちょっと俺が考えれたな。で、吹き矢はやっぱバルーンに取っとかないと、
渋いよねっていう気がする。ワンチャンフリーズが来る、来ますですよねっていうのも読みながらのサウトロ2からの、これおもろいっすよ。おもろさだけでアウトロ16です。いやー全然、いやこれはもうでも、いやいやガールが耐えていく。いやこれフリーズパッキンじゃない？いやパッキンする。さあめっちゃ苦しい、めっちゃ苦しい。まあこれに関してはね、相性がいいのはあるんですけどね、ゴールインバレル一回しなかったっすね、アウトローガールも。そうあれがな、普通にタル使ってたら切れそうだと思うんですよね。切れるよね、なんならあれ。まあていうのもあり、タルババはね今後マジで減るかな、どうだろう。まあなんかカバーできるならいいんですけどね、それこそバルキリー入っててね、ゴブリンバレル完封できるとかそういうのがあればいいと思うんですけど、何もなかったらねマジで泣けると思うんですね。さあアーチャーだ、アーチャーも強化されましたね。攻撃速度だっけ、ヒットスピードがやや速くなった修正がねあった気がします。いやーこれもう普通にきついっすね。よいしょ、アウトローでちょっかい出したい。いやーまあここまでいければあとは耐えるだけですね。よし。さあ、ということで、あっちゃの、テスラコカツ、じゃなくてテスラクロスですね。そう、クロスももう最近あっちゃ食い方しかぶっちゃけいなかったんで、まあ、アーチャー型もやや増えてはきそうですね。アーチャー攻撃スピード上がったら、まあ、よりコウモリとか、まあ、もともと強かったけど、まあ、コウモリ、スケラニア相手にはより強くなったっていう感じかな。で、まあ、ウッド持ちには別にプリン16も、フキアも、なんでも全部いかれちゃうんで、意味ないんですけど、よいしょ。さあこれなんかどっちか残ってくんねえかな。いやピョーンって飛んだ、熱い。えてかめり込んでんなそれ。いや痛いっすね、入りすぎじゃない。さあまあ今回に限ってはちょっと苦しいが、まあ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 どうしようかな。同祭、いやー、同祭。てか、防衛クロスされるともう僕、終わりっすね。ロケットがないんでね。防衛ロケできない。あと、アイスビーム強化されたのか。あ、そう考えたら、2級クロスは結構強くなってますね。あっちゃアイスビー強化なんで。デッキのバフかかってますよね。さあ、これはまあ、なんとなく延命したかったんですけど、できなかったですね。よいしょ。さあ、うざめにちょっかいかけて。まあ、これはね、仕方ないよねっていう。よいしょ。さあ、ウッドか？タイル。いや、これでも勝ちたいっすね。まあ、ロケないのはちょっと渋いけど。頑張ればないことはないっすね。いや、アウトロガールがただ強い。テスラかなんか来るかな。よいしょ。さあ、うざめにプレッシャーをかけていこう。結構事故る要素ではあるが。さあ、クロス来る。ファイボか？ギア出して。延命される。やだ。ウッド使った方がいいかな。耐えていきます。苦しいです、助けてほしいです。まあでもいや防衛クロスだけっすね、僕が嫌なのは。まあ8枚プリンは警戒されてそう。うん、さあまあ僕の勝ち筋はミラーですね。やっぱミラーがあるので、このミラーをねいかにどううまく使っていけるかっていう。さあ、ウッド。まあ、ファイボーね。使ってくるよね、さすがに。いやー、そうだよね。いや、でも、吹き矢がいい。さあ、頑張ってるよ。ダメージ、まさかの追いつき。延命の、さあ、からの、いや、流れがめっちゃいいですね。いやー、うざいですね、これ。ウッド使ったから飛ばすよねって言って、ファイボが来る。でもこれには、アーチャーと、いや頑張る。
16頑張れ。いや裏がなんかネチネチネチしてる。熱い熱い熱い。そう裏がネチネチしてた。よいしょ。位置を変えながら、位置を変えながら、いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。スーパー神大逆転がある。さあファイブ使う。でそっちを対応したい。さあ左がね事故るぞ。ハッシュマイプリンも行く。よし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 。で俺の巻き筋はこっちだよ、こっちなんで、もうアウトローね添えてあげて、プリンスも添えてあげて、いやこうして、あとこれもう一回ゴブリンバレーで攻めて、ウッドがもう一枚いる。ウッドがね2枚か3枚か4枚ぐらいなきゃ、さあ止まんないよの8枚プリン。いやーいいですねこのね、まあ、間違いなくミラーとか16レベルよかったな。なんか裏でミリがこうカツンカツンしてケツ叩いてましたね、タワーの。さあ16バレルデッキちょっと増えそうだけどどうなんだろうな。さあということで、まあ、一見ネズミさんよろしく。でなんかアウトローのあの16はウッドとか耐えるみたいですね。なんでこう意外となんだろうな、処理できると思ってても処理できないこととかがやっぱ16だとね、まあ、慣れないうちはあるんで気をつけなきゃいけないですね。あーこれエグトルネースケハイスピか、まあクロスか、クロスかな。さあ警戒していくものの何もこの、ああドリルだったんだ。よいしょ。さあまあプリンスで受ける、ドリルスケファイスピ、いやーわかんないですねどんな出来なのかは。トルネが入ってるっていうのが結構レア。あーウッド入んないか。さあトルネウッド持ちです。普通に考えたらもう勝てないんですけども、16レベルのねやっぱ事故があるので、まあ今とかバレル飛ばすとどうやって守ってくんだろうっていう、まあバルキリー完封だな。さあトルネ、はい、いや一発も殴らんのかーい。いた。さあどうしようかな。まあ焦らず行こうか。マジアッチャとかいんのかな。他なんだろうな。なんか強い16で強いって言われるとね。おりゃ。しかもバルキリーを持ってんでウッドもね。なんでもあるっていう。いやー投げたいけどあまり種をバレたくない。もうバレてるか、うん、さあプリンストルネウッド持ち、まあアウプリンの強みやな。意外とこのプリンスでなんとかなるっていうのもあるからね。さあ防衛ドリルを使いながら相手は、いやーこれプリンとウッドでいけるっすね。いやー硬すぎる、硬い。ピョコン、こんにちは。いやーこれうざいっすよ相手。いやーマジきつい。まあ、8枚プリンはね、したいんだけどな。16プリンスっていう、もっと違うやつをね、あれしたかったな。いや、もう耐えてる、これ。いや、いい。やれてる。いや、しかも、スケを使ったから。いや、16プリンス、これ刺さるくね？どっちか。カトゥン！いやー、めっちゃいい取るね、それは。いやでも16だから入ってく。うん、延命したいね。最後トルネでバチコーン行かれるっすね普通に。マジアチャかぶらねえか。さあバルキリー、硬いですね。よいしょ。さあ狙ってる。
いやー、これでも美味しいですね。タイミングかぶせて、いや、めっちゃいい。いやー、ハイスピ強い。いや、ちょっと入ってる。いや、なんなら右の方が入ってる。ちょっと待てよ。いや、そっちか。こっちは別にどうでもいいな。どうでもいいとか言っちゃって。うん。来た！ミラーバレル。熱い。秘技良妻。いやー、これ熱くね？最後だって耐えたらもう勝ちでしょ俺。よいしょ、耐えろ。ニューオーケースーパー大逆転きた。あとウッドミラーで、いや届かないか。オーケーオーケー。さあ、まあこれは16レベルが強いのかミラーが、ミラーが強いのか、まあ、謎ではあるけど、まあ、16レベルだからこそのプリンスの圧とかね、まあそういうのもちょっとあったんじゃないかなと。いや単純にねおもろいっすね。うん、まあミラーがおもろいのもあるっすね。まあ僕好きなんで、もともとそうミラー好きなのもあるんですけど、やっぱ16レベル圧と、あ、残るんだっていう発見とか、なんかそういうのがちょっとね、いいっすね。うん。よいしょ。さあ、まあ他にもミラー入りデッキってなるとね、まあどんなの、まあぶっちゃけミラーって何のデッキにもまあ入れようと思えば入れれそうじゃないですか。まあゴレとかにはね意外と入れにくいとかあるかもしれないですけど、高回転系にはさ、ぶっちゃけスピンの枠とかをさミラーにするとか何でもいいわけですよ。スペルのね呪文の枠ミラーにするとか、まあ何でもいじれちゃうから、まあ何でもいいっていう。何にでも入るっすからねミラーは。まあ便利、万能なんでね、ちょっと皆さんもね16レベルをね味わってみてください。さあ今回相手ウッド使いました。ということは、ということはですよ、逆サイバレルからのプリンス側に16のねお化けをね、はい、持っていってあげよう。これですね。でエレキの竹もたまたま取れたらプリンスがカッチンする。うん、いやめっちゃいい受けされたな、ただただ。ただただめっちゃいい受けされたっすね。よいしょ。まあ両サイ適当に耐えてって感じか。まあミラーのいいとこはね、ウッド持ちとかにもバレルからのバレルミラーとかプリーンとか、まあ、あの枯渇枠が増えるんで、それによってちょっと勝ち筋が出てくるっていうのは、まあ、普通にねミラーのいいところで、しかもそれからレベルたまたま16になってるんで、いやちょっと16全カードやりたいね。うん。16全カード、やばい、地震、待って、やばい、ガチで地震、本当にやばい、皆さん気をつけて。うわ最近本当に地震が多い、マジで怖いっすね。うん、うわガチでやばい、普通に怖い。だがしかし、動画投稿のためだ、私は戦う。本当に皆さん気をつけてくださいね。ちょっと今止まってるけど、地震は一旦。いやー笑えないっすよね。急いで動画投稿やめる、喋るのやめるべきなのかもしれないんですけど、いやー怖いね。いや地震マジで最近なんか多いのレベルじゃないんですよね、多すぎっすよね。なんかこんなに地震ってあったっけっていう今まで。うん、さあでちなみにウッドはマジアチャをウッド2回でしばけるんで、こういうね今相手のマジアチャを守りつつ200もね相手のターンにダメージ与えてます。はい、っていうのも強いです。さあ相手がシャシャリウッドをしてくれたので、ここはねしばかせていただきます。バレルからの、なんならもう一周バレル行きたいんですけど、さすがにもう一周はねやりすぎだと思うんで、いややりすぎぐらいがちょうど良かったりもするんじゃないのベイビー。あウッド回ってる、やばい。さあ吹き矢お願い、ゴーストに殴られに行くなと思いながらの自滅。
そう、いや本当にやばい、揺れる、動画投稿中に揺れるのはねよろしくない。さあこのワンプリンスもイキリですね。やばい、本当に2周目来た、ガタガタ言ってる。ミラーの強みいきます。とかウッド2周で終わるんじゃない？あ、終わりでしたね。さあ来ました、最後の削りもミラーのおかげで優秀と。いやー16なー、楽しいなー。これ全カードやってたら多分100枚ぐらいあるからやばいね。3ヶ月16レベルで動画のネタ持つわ、熱すぎるー。ということで、まあミラー枯渇もですし、まあミラーがね多分今後ネタではなく普通に強いんじゃないかなと思うんで、皆さんもぜひねミラー使って16レベルでね暴れてみてください。なんかこのミラーすごい強かったとかあればね、ぜひコメントお願いします。お疲れちゃんでした。またねー。